とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は縛りプレイをやっていきたいと思います。初期装備のまんまクリアですね。厳しいと思う。もう最初に言っときます。厳しいです。どこが厳しいかって、17階ですね。17階がとてもじゃないけど、これ初期のやつじゃ無理じゃないと思うんだよね。初期装備で17回厳しいよ。あそこはなんか強い弓があってようやくクリアできるような場所なので、難しいやろ。なんかね、安全な場所みたいなのがあればいいけど、多分ないよな。まあ、今回、弓に重力がついてるので、その重力を、まあ、うまいこと使って足止めをしながらアーティファクトでダメージ与えていこうかな。そしたらちょっとはマシなような気はしますけど、どうだろうね。とりあえずやってみよう。はい、まだね、序盤は余裕です。問題は十何回かぐらいからじゃない。難しいのはさ、ハープンクロスボウ欲しい。ハープン欲しいね。で、弓にはね、とりあえず重力入れときましょう。で、防具、最初の金細工で防具を上げるので、防具をまず完成させとこうか。防具、そうね。アクロバットを3入れれば、ちょっとは使いやすくはなると思う。おそらくね。いや、これここじゃないと無理。ハープーン、やっぱ良かったんだね。ハープーンは強かったんだな。あれ、相当いいもんね。よし、OK。よし。終わり？はい、3回クリア。で、こなしで次に、地雷だね。結構地雷がメインウェポンになりそうな気がする。いや、なるよね。あれでダメージを稼がないと。とてもじゃないけど、初期装備では無理だ。はい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 。あ、これいいんじゃない、重力結構いいと思う。いや、貫通がさらについてればもっと良かったんだけど。 OK。 よし、悪い。なんかあっちに来てるな。よし、終わり。まあ4回もまあ余裕ですね。で、地雷を取ります。矢が111本、悪くないよね。弾数は十分ある。こんだけありゃいい。いや、動いてこいよ。よし、もうちょっと地雷に当たって。地雷当たんねえな。よしよしよし、オッケーオッケー。100、もう200本近くあるなら。あ、でもそうか、ハープーンとかないんだ。弓はどんどん使っていいんだけど、この弓自体が強くない。はい、ここも何も取りません。取れません。
で、アクロバット入れとけ。後部のエンチャントはこれで完成だから。いいね。何がついた？トゲ1か。まあ、アクロバットはいいね。で、ボスははめまーす。いいかな？いいよね？オッケー。はまった。いや、これエボーカーが、はまってないな。ノックバックするような気がする。やべえ。これやべえかも。あ、でもまあガストさえ倒せば大丈夫じゃ大丈夫だもんね。ほら、やっぱりハマってない。いや、でもいけるね。いけるいける。 OK。もう重力ついてるし、いやー、やりにくい。ちょっと、おっしゃー、若干ハメにミスったんだけども、いけましたね。ギリギリ危なかった。火力になるやつはもうとにかく持っていけ。で重力だね。あとは重力をパワーアップさせていく。よし、 OKOK。 これクールダウンも欲しいよね。今仕方ない、クールダウンばかりは。よし、お、危ねえ。よし、アクロバットナイス。あぶねえ、ナイス、いいよ。じゃあ、で、あ、意外とさ、トゲが役に立ってる。トゲ意外といい感じじゃない？反射ダメージが結構入ってる。いいね。まだ全然いけるな。いやいやいや、あ、ゴーレム入れよう。ゴーレムだわ。こいつがいると多分全然違う気はする。いいね。タンクがいるといないとではやっぱ全然違うわ。いけ、いいね。いや出ない。まあまあ、いや、いらないか。待て、行くな。よし、 OK。 こっち当たってないんかい。よし、 OK。はい、9回。まあまあ、ゴーレムいいよ、ゴーレムいい。ちょっとクールタイム長めだけど。クールタイム長めだけども、いいでしょう。で、弓が重力2。いや、きついな、これ。いや、大丈夫だ。指で倒していく、指で。これゴーレムいないときつかったぞ絶対。
下にいる？いるね。いや、ゴーレムの HP をなんとかしよう。あ、よかった。は、いや、いらん。ハーベスターはいらん。うん、そんなにソウルたまんないもんね。よし、ナイス。ナイスナイス。じゃあ、あとあと重力をもうちょっとパワーアップさせていきましょう。ちょっと減りすぎだぞ。ちょっと減りすぎだぞ。よし。OK。エンチャンターの章あったっけ？うわ、危ねえ。やばいやばいやばい。待て待て、むちゃくちゃ減るやん。むちゃくちゃ減る。よし。OK。結構敵いるな。よし。いや、これゴーレム大正解。ゴーレムいないとこれ無理っぽいわ。あー、よかった。あ、いや、これピンチ。ゴーレムの HP がマジでない。やべえな、ゴーレムやべえ。 OKOKOK。 これでちょっと、いや、いいか、避難しようかなと思ったけども、いや、いや、これきつい。よし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 、いけ。いけるね、いけるね、いけるね、オッケー。あぶな。よし、ここもまあまあクリアですね。初期武器がきつい。でも次も防具を上げないときついよな。耐久きついもん。なんでもう敵はゴーレムとアーティファクトで倒す感じにしよう。うん、いや、無理だよ、無理だよ。防具上げないと無理無理無理。耐久力ないとこれ無理だ。まあまあ反逆者でダメージは増えるんでちょっとはマシでしょう。OK。 重力をね、1から2にしたところでそんなに変わりはないけど。 OK、 いいね。これ、そうね、弓を上げて自分は砲台として戦っていった方が良かったのかな。うん、ゴーレムも完全に任せて、うわ、砲台化していったらよかったのかな。 OK。 いや、地味な戦いになってきた。よし、 OK、 いいね。よし、いや、厳しい、火力厳しい。 OKOKOK。 よいよいよ、この装備でこれだわ。初期武器でで、パワーシェイカーね。地雷はいるもんね、まずね、地雷はいるんで、
こっちだよな。厳しいな。まあ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 、いけるか。行ってみましょう。ゴーレムもフルパワーなんで行きます。よし。いやー厳しいか。イリュージョナーさえなんとかなればなんとかいける。あぶね。オーケー、いけた。いけるぞ。厳しい厳しい。ちょっと待て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 、これ無理。ちょっと HP 回復しよう。逃げたけども、いけた。あぶねえ、あぶねえ。やっぱ武器パワーが少ないとイリュージョナー一発でいけないんだね。いきます。いやー厳しかった。多分地雷をもう一発ぐらい当てれればいけたのかもしれないけど、いやそれが難しかった。ちょっと待て待て待て、危ないぞ。よし、オッケーオッケーオッケー、いいんじゃない。これ弓で与えるダメージももう限界が来てる。よし、なんだそれ、固まんなって。よし、あっせ。ここも敵多すぎって。もうよし、うちのエンチャンターなんとかしないとな。無理だしね。こっちから行こうか。よし、もうまずエンチャンターだもんね。にゃーにゃー、やられた。終わり。よし、あで次17階だわ。地獄の17階です。いやーこれここよ、問題はここ。どうすっか。まあまあ、とりあえずこいつらを、いやーこれ無理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 。いやこれ無理だって。これは厳しい。ちょっと待って、場所変えたりしてちょっと、うわー、おちょ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 、固まるなって。よしよしよし、きっつー、バカ野郎もう。
いや違う、ここまずこのエンチャンター倒さないと無理だな。いやこれ、うん、難しすぎやろ。おお、そうそうそう、いやいや、これは、いやこれ厳しいって、厳しい。はい、戻ってきました。やっぱりだったね、17階が無理。うん、あそこはね、どうしても高性能な弓がないと勝てないもんね。うん、押し切られるわ。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。